はい、どうも J チャンネルです。今日はね、日本通りでやってるんですけど、ですね、今回ですね、何十年ぶりだろう、10年ぶりぐらいかなという感じでですね、この僕の物持ちの悪い僕が10年以上使ったというキーボードをね、あのパソコンのね、キーボードを変えたんですよ。変えようと思ってね。で、このキーボードに関してはですね、今このマイクロソフトのね、これですよ、これ線がついてるやつね。このね、もう10年ぐらい使ってる、汚いんですよ。で、いろんな変えようとしたんですけど、変えようとしたんだけど、この全然手に合わなくてね、このいい、その1万とか2万ぐらいのをやったんですけど、どうしても手に合わなくて、ずっとこのマイクロソフトのね、このやつがね、良くてね、ずっとこればっかり使ってたんですよね。で、不便もないし、ということだったんですが、最近ですね、どうもこの打ち間違いっていうかですね、その変換とかこうちょっとこの壊れてきだしたんですよね。押してもこういいとこに行かないし、変換も変になってしまったので、これはいけないということで仕方なく変えて、で、今ですね、フィルコっていうんですかね、これが結構ね、1万から2万ぐらいのやつで、黒塾とか青塾とかね、赤塾とかいうのがあって、これがね、わかんないんですよね。で、目を見たら、その、あの、こちらの方ですね。黒塾が一番硬いと。で、赤塾、青塾になってるんだけど、でも、長くやるもんだから、その、長くやってる方が、その、硬い方がいいということだったんで、これに決めようと思ってね、ほぼ決まりかけてたんですよね。これが1万2、3000円、4000円ぐらいするやつかな。1万2、3000円。で、それ決まりかけたんだけど、こちらの方に決めました。これがですね、来ました。で、これはね、フィルコなんですよ。フィルコなんだけど、これが、型番がですね、FKBE109JB というんですけどね。これがね、非常にこの、お安くて、評価もいいということなので、ちょっとこれを、開けてみたいと思います。こんな感じでございます。はい、これですね、若干ですね、この今までのよりかちょっと長い、あ、長くないか、この長さは、あ、長さは一緒で幅が違うんですね。で、有線ですね、僕はあのキーボードは有線でないとやっぱりこう長時間使うの で、これ後ろの方がですね、こういうのこう立てるところがあって、まあ、こういう、見た感じよりかちょっと違いましたね。はい、今セットしてみたんですが、まあ幅が、長さは一緒ぐらいで、もう全然奥行きが違うんで、ちょっと見ていただきたいと思います。はい、じゃあこんな感じですよね。今までのがでかすぎたというかですね、これもうほんまに何ていうか倍ぐらい違いますよね。倍近く違います。だからこれをのけるとですね、すごくスペースが広くなるという感じなんですよね。はい。で、感じはですね、ちょっとこれ汚いんですけどね、これ申し訳ないんですが、このこっちの方のですね、ちょっとこっちの方がね、高いんですよ。背が高くて。はい、こちらの方ですね、ちょっと見ていただきたいと思いますが、ちょっとこう低めなんですね、低めです。で、そう、音がしないんですよ。こっちに比べてね、ほら、音がしない。こっち、すごい、すごいいい感じです。はい、はい、こうね、高さも本当にね、低くていいですね。こっから見てもこういう感じですね。こういう感じです。ちょっとこう邪魔だな。こういう感じで、変わっております。ちょっと後ろが汚いですけどね、気にしないでください。はい、 USB を挿すだけでもう大丈夫ですね。何もインストールいらないんですね。そのままいけました。いい感じですね、これ。はい、はい、しばらくね使ってみて、またね、感想を言いたいと思います。はい、今回は新しいキーボードね、フィルコの、パンダグラフ式スリムタイプキーボード、ですね、109USB、FKBE109JB でした。結構ね、Amazon なんか評価いいんですよ。はい、これを使ってみたいと思います。
ではまた。